パーネカラザウパーネカラザウパーネカラザウはサルデーニャの伝統的なパンである。別名をカルタダムジカという。パーネカラザウは通常直径50センチメートル程度で半円状で薄い。パン生地をごく薄い円形に伸ばして焼くと大きいピタのような中が空洞になった平たいパンができる。それを横二つに切って再度焼く。パーネカラザウは乾いた状態なら 最大一年保存できる。パーネカラザウの歴史は、とても古く、数ヶ月家を離れて放牧場で働く、羊飼いによって作り出された。パーネカラザウはそのままか、水、ワイン、またはソースで湿らせ、柔らかくして食べる。羊飼いは、パーネカラザウを皿のようにして、おかずを乗せて食べることもある。乾いた、パーネカラザウは砕いて、パスタや米のようにスープに入れて煮たり、 マッツァー粉のように粉にして、小麦粉の代用とすることもできる。砕いたパーネカラザウを油で揚げて、塩味や甘いフリッターを作ることもある。最近では、オリーブオイルと塩を、少量を振りかけて、オーブンで焼いた、ブルスケットのような食べ方に人気が出ている。パーネカラザウを、ブイヨンで戻して、上にトマトソースを伸ばし、ポーチドエッグを乗せると、パーネフラッターと呼ばれる。 果物やホイップクリーム、蜂蜜をかけてデザートとして食べることもある。ありがとうございます。